ついた女房に見下り半を投げて長どうす長の旅ば、ばうらむまいぞいおいらのことはまたの浮世で会うまでは女の妙理を振り捨ててどこにはぐれてゆくじゃなし川を渡るも山越しするもどうせ行く手は知れさぬそれが男の掟てなら止めてくれるな死にに行くんだ。え、中将やぼった。そうよ。国定一家は昨日赤城山に立てこもり、八州の役人に囲まれて騒ぎだと風の頼りに聞いたのだ。八田の友蔵が遅れてなるものか。どうせ山に入りゃ先の短いからだ。後腐れのねえようにとの心だし、その連情を受けてくれ。嫌だ、あたしは嫌だ。一緒に連れてってくれ。バカ野郎、言うことがわからねえか。てめえはな、親分を召し取りに向かっている目明かしの娘だぞ。それが何だい。あたしはお前さんの女房だよ。お前さんと一緒に死んで文句言う親はあたしにありゃしないよ。女が生まれた家を出て一体嫁に行ったなそこが死に場所行く様子を覚悟を決めて出て行けと言われてうちを出たおとし伝えんぜ。若え体だ。二度とヤクザの亭主は持つな。あ、友さん、ま
待っとくれ、待っとくれ。トモさんのバカ、大バカな三太郎。誰が二度と天使を持つもんか。こんな利平じゃなかなんだい。打つな、達者でいろよ。泣いてなるかと心に誓や誓う矢先にまたごろりバカを承知のおいらの胸をなぜに泣かすか今朝の風別れつらさありなくではないかい人のまことを死につつ足で蹴ってゆくのが男だなどと言わなきゃすまないこの身のつらさこれがなあかずにおられよかえ